こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で初心者が稼ぐ3ステップ、月10万円稼ぐための3つのステップについてお話しします。まず、ショッピングカートを取りやすいアカウントを準備します。この時ね、ツールを使って商品を探すとか、無在庫販売とか、そういうことやってると、永遠にショッピングカートは取れないアカウント、大体削るサイト終了ということになりますんで、やってはいけないことをやらない。やるべきことをやる。これをまずやります。次に儲かる商品を見つける。まず儲かる商品。ね、特色があります。儲からない商品を扱って、なんとか儲けようと、いろいろ頑張ってもですね、結局は儲からないです。これね、転売したことない方は何言ってるかわかんないと思うんですけど、初心者の方は、売れる商品と儲かる商品をごっちゃにしちゃったりね、どういうのが儲かる商品か分からずに、やみくもな商品を扱って、なかなか売れても儲からないと、あるいは売れないということになります。これも扱うべき商品を扱って、扱うべきでない商品を扱わない。3番目、目論見通り売れたら補充すると。この売って補充するというのが一つの流れでですね、毎回毎回儲かる商品を探し続けるんだとすごい大変です。商品探しがね、やっぱり一番時間かかるんで、売れた商品をそのまま繰り返して売りたいと。じゃあどういう商品が繰り返して売れるのか、どうやれば繰り返し売れる商品見つかるのか、この探し方が大切です。それぞれこの3つのステップでですね、重要なのは何をやるか、正しいノウハウを見つける。それと同じようにですね、同じくらいというか、より以上に大切なのが余計なことをしないということです。だいたい余計なことをして墓穴を掘っちゃったり、自爆を、地雷を踏んじゃったりね、時間かかりすぎちゃったりしますんで、余計なことはせずにやるべきことだけをやるというのが大切です。で、これをどういうふうにやるかね、個別でサポートを受けた方は、このようにね、初年度から1年目から、今回ね、ホリデーシーズンのいろいろご報告いただいたんですけど、1ヶ月で7500ドル売れましたと。7500ドル売れてるってことは、利益がだいたいね、2500ドルですから、30万、月30万ぐらい儲かってます。で、これでシーズン2年目の方は、1万2000ドル。1万2000ドルって言うとね、だいたい3600ドル利益、40何万円ぐらいですね、儲かってます。あるいは、2年目でね、勘どころのいい方というかね、結構頑張る方だと5万ドル突破。これ5万ドルになるとね、利益1万5千ドル、200万弱、ね、180万ぐらいですかね、儲かるような形になってます。それぞれね、やっぱり Amazon 輸出、正しい取り組みをすれば儲かります。正しい取り組みが何か、これ初心者の方じゃわからないですし、少数精鋭でですね、少人数、で、ほぼ個別指導で教えてる、転売アカデミーの私のサポートだから、これだけの実績は出せるということが言えます。今、ね、来年は何か、ね、ネットで稼ぎたいな、あるいは会社辞められるぐらい稼ぎたいな、ね、どっか好きなとこに住むぐらい稼ぎたいなという方は、Amazon 輸出始めることをお勧めします。闇雲に始めてもね、儲かりません。自己流だと儲からないし、正しいノウハウを知らない人のサポートを受けても儲かりません。転売アカデミーのサポートを受けて稼ぐことをお勧めします。本日まで、サポート会員募集してますんでね、こちらのお申し込みはこちら、クリックして、ご応募ください。では、ご入会お待ちしてます。転売アカデミー、堀秀夫でした。